装甲空母イラストリアスですわ。ごきげんよう指揮官様。あら、こう見えてもちょっと拗ねちゃう時がありますよ。ターラントを夜襲した時、ついでにパスタの艦隊もいじっちゃいました。指揮官様、ごきげんよう。イラストリアスが着任しましたわ。愛と平和をこの海に、聖なる光をあなたに。ごきげんよう指揮官様。少し片付けておきました。いかがですか？イラストリアスのハンカチを拾っていただけないでしょうか？私、うつむいちゃうとバランスを崩しやすいのです。イラストリアスの艦載機を見ましたか？え、足元ですか？あら、やだ、視界がよく見えませんわ。指揮官様の手、イラストリアスの心の音、感じていますか？指揮官様、そんなじっと見つめて、私、そんなに綺麗ですか？指揮官様に褒められているようで、安心します。もう、指揮官様ったら、子供みたい。指揮官様、未完了の任務を放置してはダメですよ。指揮官様、ボーナスを忘れないでくださいね。指揮官様、メールです。お手伝いしましょうか？お疲れなのでしょうか？少しおくつろぎください。おっしゃ。背中をお叩きいたしましょうか？願わくばこの世の暗闇を照らし出す光がまんべんなく注ぎ込むこと。あら、あの子たちが帰ってきましたわ。これで輝きをもっと遠いところまで広げられますね。無駄な争いを通して、私たちの凱旋の行き先は光満ち溢れる場所ですわ。お引きください。でなければ私の命を懸けても、聖なる光よ、私に力を。なんちゃって。指揮官様、慌てないで。私はここにいるわ。このイラストリアスでも指揮官様の心の闇に触れられないというの？指揮官様、女の子のどこが一番だとお考えですか？もう、私の目を見てちゃんと話してください。指揮官様、こう見えても意外と野戦が好きですよ。まあ、そういうのではありませんわ。でも、指揮官様は、やはりお好きですか？指揮官様、軟着陸、試してみます？指揮官様のことなら、イラストリアスは何でも受け入れちゃいますから。だから指揮官様の思い、全部イラストリアスに教えて。サラ先生は相変わらずですね。暖かい日差しに、美味しいお菓子と紅茶、午後のお茶会には癒されますわ。指揮官様、せっかくいい午後ですもの、少しおしゃべりでもしていきませんか？指揮官様、お味はいかがですか？今日のスコーンはエディンバラさんの自信作ですよ。指揮官様、紅茶は胸元で味わうものじゃないですよ。こぼれないように気をつけた方が。同じ光でも、絢爛な夕焼けより午後の優しい日差しの方が好きですわ。指揮官様はどっちの方がお好きですか？ああ、指揮官様、
お茶会ではこんなことしちゃいけませんよ。光はまんべんなく注ぐものですけど、指揮官様にならもう少し差し上げますわ。だってイラストリアス、指揮官様からも大切なものをいただいちゃいますもの。悲しみの向こうは愛と希望の輝きが満ち溢れる幸せの彼方ですわ。この思い、あなたと共に永遠となりますように。ごきげんよう指揮官様。ちゃんとお休みできましたか？指揮官様、どこに行かれようとイラストリアスはずっとそばにいますわ。この海はいつになったら真の平和が訪れるのでしょうか。指揮官様、イラストリアスの心は今ドキドキしていますよ。感じていますか？指揮官様のことがずっと一番ですよ。話したいことがありましたら耳元で囁いてくださいね。こういうスキンシップもたまにはしていただいていいのですよ。お疲れなのでしょうか。少しおくつろぎください。膝枕ですか？もう困った指揮官様です。